青原西仏法僧は、仏法僧目仏法僧科の鳥類。全長28から30センチメートル、西国丸ガラスほどの大きさにもなる鳥である。背部は、暗緑色、頭部、主部と胸部は白く、他の部分は青い。種小名サイアノガスターは、青い腹の意で、和名や英名と同義。成長の尾には、長さ6センチメートルの飾り輪がある。とも形態は同じで、 幼鳥は成長よりも地味な色をしている。体の鮮やかな青色が暗色の背と白い頭部とよく対比し、飾り輪をなびかせ、まっすぐ力強く飛翔する様子はよく目立つ。豆かジャケツイバラ赤のイソベルリニア属の木の多い、湿潤なサバナに生息する。流鳥であり、季節に従い、短距離を移動する程度で渡りはしない。温暖で木が、 まばらに生えた、開けた土地でよく見られる鳥である。本州は木、杭、電線などの目立つ場所に止まって、バッタ等の獲物となる、大きな昆虫類が現れるのを待っていることが多い。求愛行動のディスプレイは、タゲリと似ており、コロコロと方向を頻繁に変えることから、英名の、ローラーがある。巣は、木のうろに作る。鳴き声は耳障りで噛んだかいガガガ。 アフリカのセネガルから北東ザイールにかけての狭い地域で繁殖する。ありがとうございます。